はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーセイバーコレクタブルワンダーレッドブックガシャポン16とガシャポン17です。はい、今週の発売で16、17が同時に来ましたね。とはいえレアを抜くと各2種類で、17は大剣豪浦島二郎とかもうすでに発売してるやつプラス聖剣ブックの雷鳴剣イカズチね、これもすでに発売済みですよね。なんだけどレイカさんのサーベラが昆虫大百科じゃなくって聖剣ブックが先に発売しました、というか一般販売プラス一寸節ワンダーレッドブックも来ましたね。16の方はノーマル2種が欲しかったので2回やったら出たのと、17も一応ノーマル2種ゲットしておくかと思ったら久々にメッキ版来た、それとノーマルカラーもゲットしましたので開けていきましょう。先に聖剣ブックが来るとは。はい、取り出すと結構茶色、まあアーマーとかアンダースーツカラーがそんな感じだもんね。おーすげー、ここがちゃんと煙だ。3月の1週目2週目あたりで大暴れでしたから、その辺で受注開始するかなと思いきや、なかなかおもちゃ情報来ませんもんね。でも本編でもあれだけサウンドが目立ってましたから、レイカさんボイス入りでプレ版発売な気がするんだよな。そして虫の呼吸のごとくいろんな虫の技を使ってましたから壁画もこうなってるわけね。それ以外は全て過去にレビューしたやつで、昔話系の一寸武士ノーマル、正直もう発売するものがない感すごい。でも本編で登場しておもちゃ化してないやつもいっぱいありますから、ゲートとか第2章の怪人系のやつとか、そのあたり発売してほしいっすよね。てかよく考えたら第2章も2話完結みたいな、そういう話がいつの間にか割と早めに終わりましたね。でこれがメッキ版、お久しぶりです。でもこのメッキ版色かっこいいから、なんか他の青系のブックに使いたい。これは三太郎ブックの浦島枠ですね。で、桃、裏、金で揃えることで別の特別なサウンドがなると。てか物語枠とか生物枠とか、やっぱおもちゃ的には最初の3ヶ月楽しかったな。今でっかいブックがボンってはまって終わりだもんね。ちゃんとこの頃はさ、3つ揃えるとライダーが完成するみたいな。やっぱソードライバー楽しいんだよな。そして今大暴れ中のケントのブック、てかエスパーだ。昨日の仮面ライダーウェブで初めて知りましたけど、ケントパパはもともと雷の剣士からカリバーに行ったんじゃなくって、要は闇の剣士を落ちしたんじゃなくって、そもそも最初からカリバーだったんですね。先代のエスパーダは別でいたんだね。それが分かってれば、ケントが暗黒剣暗闇を使うようになったのも、よりエモさを感じたのに、その瞬間。セイバーさ、そもそもこういう設定でしたみたいな。で、全然それが無理がない情報なんだけど、出すタイミングが遅いから、それ分かってればもっと熱い展開だったのにっていうのが、結構多いのがもったいないんすよね。じゃあ最後は、浦島のノーマル。ってことでガシャポン16、17でこのような配布になりました。最近このサイズでがっつり新作系のブックがなかったので、結構嬉しい。やっぱミニブックってか通常サイズのものもいいはいいね。ではまず聖剣ブック行きましょう。ワンダーワールド物語、遠影剣、のろし。のろしの聖剣ブックで全体ぐるっと見回すとこうで、ここの茶色はいつもの聖剣系と同じで、今回はライダースーツカラーに合わせてブラウン系、明るいブラウン系の外側になってて、ページをワンプッシュめくると、はい、サーベラと虫の壁画になってますね。で、ライダー文字も書いてありつつ、ワンタッチオープンもいつも通り生きておりますし、トンボと蝶と、なんだろう、カナブン？そしてサーベラも改めて見るとこんな感じで、壁画の背景自体もキャラごとに違いますよね。で、エスパーダは左向いてましたが、今回は右向いてると。そして、ここのブックの表紙がいつもかっこいいんですよね。ソードクラウンが斜め下に生えてるのも変わんないんですが、バイザー周りのここがさ、のろしの名前通り煙になってるのがかっこいいね。ただ実際のサーベラもこのような煙造形でヘッドパーツが構成されております。やっぱそう思うと剣山のブックは異質な見た目だったよな。そして同じ16から一寸武士。これはすでに前にレビューしておりますので、ざっと見ましょう。何ら変わらないアイテムで、今欲しいっていう人にはいいっすね。で、打ち手の小槌があったりとか、
この辺が川の波を表してますよね。そして17は、これもすでに食玩で発売しましたが、聖剣ブックのワンダーワールド物語、雷鳴剣イカズチ。まあでもこのブックのエスパーダの鉄仮面っぷりも結構変わってるか。で、イカズチがデラックス的なプロポーションになってて、ワンプッシュオープンで、ランプの魔人がいる壁画絵柄ですね。そして大剣豪浦島二郎のノーマルバージョンとレア版。レア版久々に見た。めっき綺麗っすね。浦島太郎がここにいて、浦島二郎か。めっき版の輝きすごいね。それ以外は裏側とか中の絵柄とかは特に変化ありませんね。ワンプッシュオープンで、竜宮城と浦島太郎、それと釣り竿、亀ね。これウサギと亀の亀造形と同じなんだよね。ただ開いてもここのメッキ部分が目立ちますので、特別感しっかりとあります。ではサウンド連動いきましょう。まずは、遠泳剣のろし。はい、この辺も発光はいつも通り、オレンジ系に光りますね。とある物語で連動します。特に、のろし用の特別なサウンドはなりませんが、これはいつもの聖剣ブックと同じ。なので、聖剣ブックを2冊、はめることでサウンドは変わります。もうこの辺もいつも通りですね。で、ブックを展開した状態だとキャラが向かい合いますので、これは対立するとかそういう意味を表してるのかな。そして表紙状態の見た目はこんな感じで、聖剣ブックはさ、統一感あるから並んだ時にかっこいいんすよね。鈴音の出番がなくなっちゃったのが悲しい。じゃあ次行きましょう。一寸武士。オールドストーリーライダー、ちょっと懐かしいね。昔一冊。一冊どこ？バトル！とある物語、一冊切り、ファイヤー！さらに、大剣豪、浦島二郎、メッキできますか？はい、太郎一冊。で、この太郎系を増やしていくとサウンドが変わると。裏裏でもいいですね。
はい、セリフ変わりますね。こういうのやっぱ楽しいな、増えてって、サウンドが変わるの。せっかくなんで、三太郎状態聞きますか。桃もメッキだ。で、桃、裏、金と。はい、こんな状態。色いいっすね。電王感半端ないっすね。っていう3冊サウンドがなります。じゃあさらに暗闇行きましょう。てか暗黒圏暗闇さ、通常のやつは最近1チュッパーとかで売ってるから店頭からもう消えつつありますので、もう今週買わないとだんだん手に入んなくなるかもしれませんね。はい、弱童話。おなじみっすね。ジャーク昔話。って感じです。今本編でケント君が使ってて、価格の安さもあって、そりゃ再度人気出ますよね。以上、仮面ライダーセイバーコレクタブルワンダーレッドブックガシャポン16、17の紹介でした。